こんにちは、ゆずきです。本日の動画は GU 購入品を使ったルックブックになります。年明けすぐに GU に走り込み、可愛いアイテムをたくさんゲットしてきました。で、今回はルックブックとしてその購入品を使ったコーディネートをご紹介したいなと思うんですけど、小物以外合わせるアイテムは全て私のセレクトショップシリティのアイテムから選んでおります。シリティ自体も結構お手頃価格のものばかりなので、 GU と合わせてプチプラルックブックとして見ていただけたらなって思います。で、最近シリティのインスタグラムのアカウントと TikTok のアカウントを開設したので、ぜひこちらもフォローお願いいたします。それでは早速スタート。はい、早速1コーデ目はこんな感じになります。めちゃくちゃ高見えしすぎてませんか？これカーディガンとボトムスが GU なんですけど、個人的にこの色合わせがすっごい大人っぽくて、普段ならこの色合わせめったにしないんですけど、ちょっとねパッて合わせてみたらすっごい可愛くて大人っぽくて、かなりおしゃ見えする。とりあえずこれはボトムスが大優勝で、実は色違いも買って、他のコーディネートにも使うんですけど、早速詳細をご紹介していきたいと思います。はい、まずこちらのカーディガン、こちらが GU のフィザーヤンオーバーサイズカーディガン、ブラウンの M サイズで、お値段がセール価格で990円で購入しました。このカーディガン990円はちょっと安いですよね。ふわふわのニット素材なんですけど、色がブラウンなんですけど、ちょっとねピンク寄りのブラウン、ピンクベージュとも取れるかなみたいな感じの色味になってます。で、留めるところは一つだけでこんな感じになっています。で、丈感はギリギリお尻が隠れるぐらいの丈感で、そんなにめちゃくちゃオーバーサイズな感じもないです。留め具がこうやって一つなので、こういう形でヒラッとさせて着られるのがすごい可愛いなって思います。はい、で中に合わせているのがシリティのシンプルハイネックインナー T シャツのアイボリーになってます。これは10月ぐらいに販売開始した商品なんですけど、そこから今までずっと人気が絶えないヒット商品になります。こういうシンプルなハイネックインナー T シャツは絶対に使えますし、でこれの魅力はまずハイネックなんですけど首が詰まりすぎてない。で、私こうやって袖元もこうやって見せる着方をしてるんですけど、すごいねこうやって着るよりもこっちの方がなんか可愛く見えませんか？なんでなんかハイネックに何かニットとかカーディガンとか着るときは袖元もハイネックを見せるようにしています。はい、続いてボトムスが GU のインタックワイドパンツ、グレーの S サイズで、お値段が1990円でした。多分バズってたやつで買うのちょっと遅れちゃったんですけど、バズってた理由がめちゃくちゃわかる、履いたらほんまにわかる。まず裾はこんな感じでロールアップされたようなデザインになっていて、全体的にストンとワイドなシルエットのまま落ちてくるようなシルエットのパンツになってます。で、両サイドにたっぷりタックが入ってるので、これが足をスラッて見せてくれる施しなんかなって思います。私身長160センチで S サイズを購入したんですけど、めっちゃちょうどいい。で、今こうやってヒールを履いてるんですけど、裸足で履いた時もちょうどくるぶしが隠れるぐらいのいい丈感でした。いや、これめちゃくちゃ可愛いね。定番な色使いももちろん好きなんですけど、最近はよりこじゃれて見えるような色使いを探したいなと思っていて、このグレーとちょっとピンクベージュっぽい色味の合わせがすごい可愛かったので、お気に入りのコーデができたなって思います。それでは2コーデ目に行きましょう。はい、2コーデ目はこんな感じです。パッと目を引く明るいカラーのボトムスが GU の購入品になるんですけど、ピタッとした体に沿うデザインのボトムスとオーバーサイズのニットの相性がすごくいいなと思うコーデで、お洋服自体は全部明るいカラーを持ってきたので、バッグとシューズの色味でちょっと締まった感じの印象になるように作ったコーディネートです。それでは詳細ご紹介していきます。はい、まず中に着てるこのインナーのハイネックがシリティのソフトハイネック T シャツになります。先ほどのハイネックよりもホワイト味が強いハイネックで、これの一番のポイントはとりあえず着心地が良すぎるところです。ふわふわもちもちって感じの着心地で、なのでソフトハイネック T シャツっていう商品名にしました。こういうインナー T シャツとかって肌に触れる面積が一番広いので、私は割と着心地を重視していて、この着心地の良さには本当に驚きました。ニットとかのチクチク感じやすい方はニットの下にこれ1枚仕込むだけでもほんまにチクチクしなくなるので、これはそういった面でかなりおすすめです。はい、お次トップスがシリティのハートネックミニワンピースになります。子
の商品はこんな感じで、ミニワンピースとしても着用できるアイテムで、ロングブーツ合わせたりショートブーツ合わせたりしたらめちゃくちゃ可愛かったです。でこれもすごい人気な商品なんですけど、こんな感じでね、普通にパンツやスカートと合わせてもすごい可愛い、トップスにもなるアイテムなので、着回しの幅はかなりあるアイテムかなって思います。はい、そしてボトムスが GU のリブフレアニットパンツ、ブラウンの S サイズで、お値段が2490円でした。これはこんな感じでウエストがゴムになっていて、色味はブラウンなんですけど、結構キャメルとかオレンジ寄りのそっち系の明るいブラウンになってます。で裾がフレアになってるんですけど、この膝上までは結構ピタッとしてる感じなので、お尻が隠れる丈感のトップスと合わせるのがすごいおすすめです。裾だけがフレアになってるので、すごい足を細く綺麗に見せてくれるのと、こういうねオーバーサイズのトップスを上に持ってきてもボトムスがピタッとしてるので、ふくれしたりせずすっきり見せてくれるのがすごいいいなと思います。あとウエストはゴムでニット素材やから、この曲げ伸ばしもすごい楽ですし、履いててノンストレスです。ボトムスはすごい明るいカラーなので、春先まで長く使えるアイテムやなって思います。で生地もニット素材なんですけど、そんなに分厚くないので夏手前まで履けそうやねって思いました。それでは3コーデ目に行きましょう。はい、3コーデ目はこんな感じです。1コーデ目に使ったパンツの色違いを使ったコーディネートになってます。全てシンプルなアイテムなんですけど、色合わせだったりシルエットがすごいこなれ感を演出してくれて、割と誰でも挑戦しやすいコーディネートができたんじゃないかなって思います。ボトムスもトップスもほんまに着回しできまくるアイテムなので、早速詳細ご紹介していきたいと思います。はい、まずこちらのトップスがシリティのボーダーハイネック T シャツになります。私のルックブックでも何回か登場したことあると思うんですけど、細いラインのボーダーがすごいお気に入りで、ネック部分は伸ばすと結構長いです。ラインが細いのでカジュアルコーデにはもちろんなんですけど、きれいめコーデにも取り入れやすいボーダートップスになります。このボーダー T シャツほんまに使えるんですよね。着回し力抜群で、ほんまにボトムスもアウターも選ばないアイテムになってます。はい、そしてボトムスが GU のインタックワイドパンツ、イエローの S サイズでお値段が1490円でした。商品名はイエローなんですけど、割とベージュ寄りの落ち着いたイエローなので使いやすいカラーなんじゃないかなと思います。で色味的にもベージュに近いので、チノパンツと雰囲気が似てますね。このシルエットとかロールアップしてる感じとかで、先ほどヒールと合わせてたんですけど、今回はピタンコのパンプスと合わせて丈感はこんな感じです。このぴたんこでもほんまにくるぶしがちょうど隠れて、サイズがほんまにぴったりすぎて私試着した時感動しました。でほんまはグレーだけにしようかなと思ってたんですけど、あまりにもサイズがぴったりすぎて色違いを買って、なんかブラウンとかもあったんかな、全然もう一色欲しいぐらい気に入ってます。今までご紹介したコーデの中で一番お気に入りのコーディネートでした。童顔の私にはもってこいのコーディネートだったと思います。それでは4コーデ目、最後のコーデに行きましょう。はい、4コーデ目はこんな感じです。私がめっちゃくちゃお気に入りのこのデニム素材のミニワンピースなんですけど、ロングブーツ合わせをしたことなかったのでロングブーツと合わせてみました。このコーデの GU 購入品はバッグになります。最近ずっと色物のバッグが欲しくて、ブルー系だけ持ってなかったので GU で安くて可愛いのを見つけられたので、早速詳細ご紹介していきたいと思います。はい、まずこちらのミニワンピースがシリティのステッチデニムミニワンピースになります。もうこれはほんまに大人気の商品で、こんな感じでデニム素材になっていて、こういう諸々のあのステッチがすんごい可愛いんですよね。こんな感じでミニワンピースとして着るのが一番おすすめではあるんですけど、こういう風にジャケット合わせだったり、これを1枚のトップスとしてサテンスカートとかタイトスカートと合わせてもすごい可愛かったです。春先とかはぜひこれをあの春のアウターとして使っていただきたいなと思います。キティは基本品切れになると再入荷がなくて、でもこれはあまりにもご好評いただいたので、ちょっと特別に再販をさせていただいて、で再販した後もすごい人気で、今もまだ販売中なので、ぜひお早めにチェックしてみてください。はい、そして GU 購入品、こちらのバッグになります。こちらがシャーリングワンハンドルバッグ、ライトブルーの1990円でした。で持ち手がまずほんまに可愛いよな。シャーリング
になっていて、柔らかい感じの持ち手になってます。カジュアルコーデにこのバッグを持ってきた時に、この持ち手の部分がちょっとフリルっぽく見えて女性らしい印象を与えてくれるので、カジュアルコーデに女性らしさをプラスしたい時とかにもすごいおすすめです。でこのチャックの部分は銀になっていて、中はこんな感じです。内ポケットがここに一つあります。まあまあ普通にマチもありますし、全然荷物は入りそうです。最近色物のバッグをコレクションしていて、ピンクもあるしグリーンもあるしブルー系欲しいなとずっと思ってて、で GU に入ったら結構入り口付近にあって可愛いってなって買いました。イエベ春で結構暖色系の方が得意で、黄色とかオレンジとかはいいんですけど、こんぐらい明るいブルーをこの顔周りトップスとかに持ってきちゃうとなかなか似合わないので、このね顔から離れた小物だったりボトムスとかでこういうブルーを探してたので、すごい見つけられてよかったです。春らしいパステルカラーでこれから長く使っていけそうなバッグをゲットできてすごい嬉しいです。はい、それではエンディングに行きましょう。はい、いかがでしたでしょうか。私の GU 購入品を使ったルックブックでした。ちゃんと商品の魅力伝わりましたでしょうか。GU 購入品はこれからもっともっと定期的にご紹介していきたいなと思うんですけど、私がセレクターをしているセレクトショップの商品も、私がセレクトしている分私がドタイプな服しか選んでないので、本当に大好きな商品がたくさんですし、その魅力をインスタでアップするばかりだったので、動画でも積極的に出していこうかなって思うので、ぜひシリティのアカウントとか私のインスタとかチェックしてみてほしいなって思います。本日も最後まで見てくださりありがとうございました。バイバーイ。